水分取りたくないぐらいですから、皆さん暑くなってきています。水分ここで取ってください。確かにね、大事です ね皆さんも取りましょう。今日はたくさんのね、アーティストの皆さんとご一緒できるということでね、はい、ここ群馬で私たちもね、ラナ藤岡でできること、とっても嬉しいです。みんなに拍手お願いします。ありがとうございます。そしてね、このイベント何よりもお客さんがいてあってこその、ね、成り立つイベントだと思うので、皆さん今日は夕方まで思いっきり楽しんでてください。よろしくお願いします。それではこの時期にぴったりな曲を披露したいと思います。はい、続いて披露する曲は桜鳥特急という曲で、この曲はですね、嵐さん、そして桃色クローバー Z さんの作詞作曲を手掛けている多田信也さんという方に作っていただいた曲です。皆さん今の時期にぴったりなので、ぜひ歌詞にも注目して聴いてください。はい、